阪神間モダニズムとは、日本で1900年代から1930年代にかけて大阪市と神戸市の間を指す、阪神間を中心とする地域において育まれた近代的な芸術、文化、生活様式とその時代状況を指す。なお、阪神間という地域概念は曖昧であり、その範囲には諸説がある。1990年代以降、阪急沿線都市研究会編、ライフスタイルと都市文化阪神間モダニズムの光と影や、阪神間モダニズム展などを機に提唱された。郷土史、地域文化史の概念である。明治維新から大正、昭和初期を経て第二次世界大戦終結までの77年間に戦前の近代化過程で起こった黎明期の文化現象を対象とする。その後の戦後復興期や高度経済成長期、バブル期など戦後の時代については通常は含めないが、戦後から現代に至るまでの時代にも阪神間モダニズムの影響を色濃く見ることができる。関西大手私鉄系グループなどの企業による観光マーケティングや地域ブランディング、地元自治体による町おこしの観点からも注目され、2017年2月からは、阪神電気鉄道と沿線の神戸市、芦屋市、西宮市の合同企画事業として、阪神間モダニズムが行われている。三代目、阪急梅田駅を追っていた、天外19世紀末の大阪は、東京を上回る日本最大の商業都市であった。また、神戸も東洋最大の港湾都市へと拡大していた。当時の近畿地方では、アメリカ合衆国の例に倣ったインターアーバン路線の建設が相次ぐ。阪神電気鉄道本線を好守とし、続く美濃有馬電気軌道、阪神急行電鉄神戸本線といった各線の開通によって未開拓な荒廃地であった神戸近郊、北摂近郊の農村地帯が注目される。こうして風光明媚な六甲山南斜面の鉄道沿線である阪神間で快適な住環境創造を目的に郊外住宅地の開発が進められた。したがってこの地区の都市的、文化的な発展と関西私鉄資本の導入は不可分の関係にあったと言える。まず明治期に阪神の豪商等の豪壮な邸宅が旧住吉村地域に陸続と建築され、このエリアに居住する富豪数が日本最多となった。大正期には実業家に加え当時の新興階級であった大卒のインテリサラリーマン層、すなわち無産中流階級の住宅地として発展し、文化的、経済的な環境が整ったことから芸術家や文化人などが多く移り住んだ。この流れと並行して、19世紀末から六甲山上及び緑豊かな市街地となった山麓にブルジョアと呼ばれる富裕層を対象とする様々な文化、教育、社交場としての別荘、ホテル、娯楽施設が作られ、西洋式の大リゾート地が形成された。このようにして、西洋文化の影響を受けた生活を楽しむ、生活様式が育まれていった。なおこれらの地域は、現代でも高級住宅地やブランド住宅地として、全国屈指のエリアとなっている。また首都圏においても、田園都市株式会社によって建設された、田園調布などの東京近郊の、高級住宅地などに阪神間モダニズムの影響を見ることができる。水阪神間では、当地に居を移した阪神の富裕層を中心に多くの芸術家が誕生した。1923年の関東大震災を逃れた東京の芸術家らが移住したこともあり、活況を呈することになった。ありがとうございます。